イオン九州は今日、昨年度利用された電子マネーの金額のうち一部を北九州市に寄付しました。過去最高額ということです。ぜひ有効にお使いいただきたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。イオン九州では電子マネー元気発信北九州和音の利用金額のうち 0.1% を北九州市に毎年寄付しています。2014年から始まり、9回目の今年は過去最高額となるおよそ420万円の目録が竹内市長に手渡されました。市長は認知症の人と家族を支援する認知症サポーターの養成費や健康習慣の身につけ方を発信する事業費に使うとしています。イオン九州から北九州市に送られた寄付金額はこれまでと合わせて2400万円を超えました。